トリスはゲラルトの力にはなれなかった。だが彼女は迷える魂の創作を専門とする夢魔術師コリンヌ・ティリーを紹介した。コリンヌ・ティリーに導かれ、ウィッチャーは夢を見た。その中でシリはこの俺ダンディリオンと再会していた。こうしてゲラルトはまずは彼の最愛の友を見つける必要があることを知る。これは人違いか何か。ここで間違いを犯したのはお前だ。さっさと金を出せ。ヘトヘトだ。そいつを話せ。なんだ、聖堂衛兵団の踊り捜査か。法と秩序の崇拝者ってとこだ。ここに来たのは間違いだな。間違いを犯しているのはそっちだ。手を引け。嫌だと言ったら。この男に手間をかける価値はない。店は借金まみれだ。ただの貧乏人みたいだな。そんなことはない。なんでこんな奴にちょっかい出したんだか。悪かった、失礼するよ。ああ、歯を磨かなきゃ。家に帰れ、商人。そしてもうこの辺りには来るな。ああ、帰るし、もう来ない。ありがとう。感謝するよ。
文句あんのか。手短に言えば、今日の友は明日の敵ってことだ。町に武装したゴロツキがいる。魔女たちは悪の根源なのだ。コボルドと通じ合い、赤ん坊の生き血をすする奴らだ。誰かいないか。開けろ。何の騒ぎです？今日は営業してませんよ。天使と話したい。ここにいるはずだ。ご主人様は今とてもお忙しいのです。リビアのゲラルトが来たと伝えろ。リーベン氏が会われるとは約束できません。ならかけるか。わかりました。伝えましょう。お待ち。シニルーベンが心よりお迎えします。私はハッペンです。屋上でお会いになられます。手前の更衣室で服を脱いでください。行こう。ここで服を脱いでください。装備品はお預かりします。
ありがとうございます。シギ・ルーベンは隣の部屋です。ねえ、博士、素敵なお尻ね。言った通りね、赤くならないわ。それでジュニアは手を切り落として死体の尻に突っ込めて命令したの。それから死体を送り返したの。クリーバーの方が大きいわ。馬みたいなの。単純な問題じゃない。どうしましたそれ、来ないことはやらない。あいつの考えてることは輪っかになってるの。見ちゃったら買ってよね。どうしました。はい、落ち着け、クリーバー。フォアソン・ジュニアはもう死んだも同然だ。書記官に通知書を送らせる。書記官はいないくせに。ジュニアを消すのは唯一全員が同意した時だけだ。ルーベン、客だぞ。なぜこいつを入れた。話したかったからだ。リビアのゲラルトだ。また会えて嬉しいよ。いつも通り仲間外れか。お前は何者だ。ここの主人に紹介してもらおう。ウィッチャーだ。フォルテストンを狙い、一度失敗しながらも暗殺した張本人だ。容疑だ。フォルテストを殺してはいない。久しぶりだな、ディクストラ。いや、今はルーベンか。最後に会った時はコテンパンにされて足首を砕かれた。今度は何をされることやら。侵入者だ。何者かが浴場に入り込んだ。一人じゃない。こいつは何を言ってるんだ。占いしかなんかか。殺し屋よ、やめて。チキショウ、思った通りだ。隠してある武器はないか。少しだけな。格好でする喧嘩は初めてだ。やった諸君。本当に申し訳ない。うちの警備の不手際だ。必ず黒幕を突き止める。フォアソンの手下どもだ。わざわざ調べるまでもなかろう。おい、気をつけろ。客人の前だぞ。その話はやめろ。襲撃の直前にやってくるとは大した偶然だな。どうにも疑わしい。釈明の機会を与えてやろう。ご友人に紹介してくれないのか。
ハッペンがいなくてよかった。こんな無礼をしたら尻を叩かれるところだ。フランシス・ベドラムは知っているな。芸術をこよなく愛し、資産の乏しい起業家の支持者として有名な個人だ。そしてドワーフのカルロ・バリーズ、またの名をクリーバー、芸能関係者だ。ポアソン・ジュニアを探してる。ほう、やつに何の用だ。個人的なことだ。ああ、ゲラルトはプライバシーをとても重視する。彼の監視や尾行はひどい悪夢だった。それでもメリーゴールドの捜索中ははるかにお人よしだったが。お前ら正気か。おしゃべりに興じてる場合じゃない。ホワソンは俺たちを狙ってる。やられる前にやるのが鉄則だ。お前らがここに座って湯に浸って屁をこいてあぶくを眺めてる間に、俺なら部下をホワソンの隠れ家を送る。騒ぎを起こして奴をいぶり出してやる。そしてお前、ゲラトリックだかなんだか、ホワソンを見つけたい？なら俺を見つけるんだな。ホワソンを見つけたい。クリーバーより先に会う必要がありそうだ。ジュニアは隠れるのが得意だ。奴には田舎者の知恵があるからな。俺は失礼する。捜索の成功を祈るぞ、ウィッチャー。明日会いに行く、フランシス。続きはそこで。さて、まずは服を着ないか。もちろん。それから話そう、二人でな。まったく、しょっちゅう入浴する原因を作った男に再会できて嬉しいとはな。それでお前が清潔になったなら足首を折った甲斐があったな。残念だが完治はしとらん。今じゃ一日に最低6回はお湯に浸からなきゃならない。そうしないと夜明けのボークレールの鐘みたいにガンガンうずく。それは気の毒だ。気の毒？そりゃ嬉しいね。もっと思いやりを見せてくれるか。そうすればきっと奇跡的に回復する。ルーベン、いや、ディクストラだったな。今日はお前のヨタ話に付き合う気分じゃない。具体的な要件で来てる。聞きたければ聞け、そうでなければまあ遠慮しないでここからすぐに追い出すがいい。構わんぞ、話す。クリーバーがホワソンを見つけるとどうだかな。だがそのためなら奴は町の半分をも焼き払う。時間の無駄だ、放っておけ。何か考えは？ジュニアが牛耳っている区域がある。そこを調べろ。だがこっそりとな。さっきみたいに裸で大立ち回りを演じる必要はない。Thank you.
仲間はお前の過去を知ってるのか。元レダニア諜報員のシギスムンド・ディクストラだと。クリーバー、ベドラム、そしてジュニアか。力を合わせて事前事業でもしていれば仲間と呼んでもよい。だが我々はお互いに過剰に干渉せず、たまに一緒に仕事をするだけだ。仲間ではない。俺の正体、ベドラムは当然知ってる。他の者はおそらく疑っている。だがその話をしないだけだ。必要がない。お前とベドラムはジュニアとの戦いを望んでいないようだな。ビジミル王に幾度となく話したことを教えてやる。戦争は何も解決しない。次から次へと新たな問題を生み出すだけだ。しくじるな。オアソンの裏に誰かがいる。正体が分かるまで奴を殺すなよ。聞き込みをしてみるのも手だな。いかに潜伏中といっても収益を回収するなら引きこもってはいられないはずだ。奴の稼ぎの柱はギャンブルだ。町最大の賭場を支配してる。昔大祭司ヘメルファルトが騒ぎを起こした。賭けで指輪を取られちまったのさ。さらに町の奥深くに闘技場がある。賭場並みの上がりを生む。常に屈強な男を募集してるぞ。フォアさんの家を調べてもいい。あそこにいるとは思わんが、まあ手がかりはあるかもな。ジュニアの賭場はどこだ。なんと衛兵団の塔の近くだ。フォアソンは表向きは賭場と無関係だ。だから慎重に言葉を選べ。怪しまれないようにしろ。闘技場を当たってみよう。どこにある。ギルドルフ地下の下水道だが、ビッツを通っていかねばならない。貧困の悪臭に耐えてな。ジュニアは喧嘩が大好きだ。ウィッチャーの試合が見られるとなれば姿を現すかもしれん。フォアソンには家があると言ったな。どこだ。橋の向こう側、聖堂島の立派な家だ。いない方に下着をかけてもいいぞ。ジュニアはそこまでバカじゃない。賭場か闘技場にフォアソンがいないか確かめる。クリーバーとも話してみよう。好きにしろ。ただし慎重にな。奴は必ずフォアソンに報復するだろう。協力に感謝する、ディクストラ。いいから行け、ウィッチャー。もし見つけられなかったら会いに来い。あいつのことはよく知ってる。何か考えつくかもしれん。優秀な諜報員から優秀な犯罪者へ。面白い転身だ。なぜだ。両者は極めて似てるぞ。両方とも情報提供者の網を維持し、交渉には厳しく、役人を買収する。たまに暗殺も。くだらん仕事だ。ただし、お前は理想のために仕事をしてた。それが今はどうだ。理想のためにあくせく働くのは十分だ。今は自分のために働いてる。そして順風満帆だ。ラドビッドと連絡を取ってるのか。冗談が好きだな。いや、彼とは連絡を取ってないし、むしろそのままでいたいと思ってる。フィリパ・エイルハートとの共謀をまだ根に持ってるのか。いいか、ゲラルト。ラドビッドの辞書に許すという文字はない。相手が女魔術師ならなおさらだ。フィリパ・エイルハートの情報は手に入ったか。上々だ。つまり、ラドビットがあの女の目をくり抜いてから跡形もなく消えた。今頃土の中で眠ってるだろう。仲間だと思っていたな。フィリパが俺に殺し屋を仕向けるまではな。
おい、ダンデリオンが行方不明だ。何が起きたか知らないか。ジュニアの不況を買う者は皆同じ結果に行き着く。つまり？とびきり美しい乙女に囲まれて、ナイチンゲールの舌を詰めたペストリーとスパークリングワインを勧められているさ。どうなったか想像つくだろう。ホンターの底に沈んでいるさ。自分のマンドリンの弦に巻かれてな。リュートだ。それかトロンボーンと一緒に水底で腐っているから。ダンデリオンに個人的な不満があるってわけじゃないだろう。もちろんある。本気か。大真面目だ。ダンデリオンは近頃ソネットを発表した。その第2節でこいつは挿入員ではなく二行員を使った。俺の中の死を愛する心はどれほど傷ついたか当然わかるだろう。あの野郎が許されるわけがない。真剣に聞いてたんだが。真剣だ。お前の男を心配する時間はない。俺には俺の問題がある。お前の力が役立つかもしれない問題だ。やってくれるならダンディリオンのことを調べてやってもいい。何が起こったのかをな。報酬はあるんだな。ただじゃやらないか。エムヒルが雇った時もそんな強気だったのか。誰に聞いた。誰。エムヒル本人だ。ははお前にも他の誰にも情報源は明かせない。それは素人のやることだ。おしゃべりはここまでだ。ああ、払うとも。信用しろ。引き受けてくれるんだな。手を貸そう。どうすればいい。言葉で説明するより見せる方が早い。百聞は一見にもおしゃべりにもしかず。ああ、それからもしここで見たことを誰かに漏らせばその腹に剣が突き刺さることは承知してるな。そう思ったよ。よろしい。もう一つ頼みがある。いや、率直に言おう。命令だ。俺が頼まない限り剣を抜くな。
話せるか。いいと思う。何の用だ。もう行かなければ。こっちもやること。うわあ、バート、またか。バート、やめろ、今すぐだ。バート、ダメなやつ。シギの宝をなくした。壁に頭を叩きつけてもそれは変わらん。バート、痛い。バート、考え浅い。バート、頭悪い。悲しみがない。どこで手に入れた。デリカニアだ。ラクダ商人とのカード遊びで勝ち取った。本当に舌がよく回るやつだな。冗談と思うか。大真面目だ。バート、デコボコの馬見た。熱かった。シギ連れてきた。優しいシギ。トロールとの意思疎通には困ってないようだが、なぜここへ連れてきた。あの穴を覚えておけ。仕事はあれに関連してる。それと、あの扉が見えるか。裏に金庫がある。最近まで貴重品が詰まっていた。バート、守った。そしたらドカーン。宝が消えた。つまりだな、誰かが20トン近い俺の金やら何やらを盗んで逃げた。そしてお前は取り戻すのを手伝うんだ。なぜ自分で対処しない。裏社会とのつながりはあるはずだ。なぜウィッチャーに。金は俺だけのものじゃなかった。俺は預金クラブを運営してるんだ。紹介制の銀行さ。わかるだろう。できれば一時的に監禁させてもらってることを隠しておきたい。だから部外者が必要なんだ。なぜ俺なら信用できるんだ。さあな、その生存本能に期待してる。失敗すれば殺す。そしてバートの餌にする。バート、ごめん。それがバートの仕事。わかった、手伝おう。熱意に溢れてるようには見えんな。ウィッチャーの性格だ。感情を剥奪される。でなければ嬉しくて飛び跳ねてる。まあいい、あたりを調べよう。だがまず質問がある。言ってみろ。それで全部でどれぐらいの価値があったんだ。それがどうした。謝礼の計算か。あんまり期待しすぎるなよ。そんなことは分かってる。何を探してるのか知っておきたいんだ。ニルフガードのフロレンスが3箱金庫に詰めた。ルビー、トパーズ、銀の食材に大皿。まだまだ言えるぞ。ピカピカの宝全部消えた。事件を目撃した者は。バート以外にか。いない。
銀行の正確な位置は宝の共同所有者しか知らない。それか泥棒だな。じゃあ上の階は？強盗があった日、普段と違う出来事は？なかった。いつも通りだったと八辺が断言してる。常連が来て事件もなし、のどかなものだ。泥棒は後ろにある穴から侵入したのか。素晴らしい名探偵様だな。他に名推理は？今年が何年か答えようか、それともレダニア王の名前か。いや、だが不思議だろう。どうしてあんな穴ができたのか。穴ない、ドカーン。穴できた。バート見たかった。でも見ないで寝てた。悪いキノコ。頭眠った。ドカンだって。詳しく言えるか。ドカン。こんなに大きい。説明する。爆発は金庫と下水道を区切る壁にあの穴を開けるぐらい大きかった。このトロールとの意思疎通がうまいな。経験の積み重ねだ。ずっとバカと働いてきた。悪いキノコ、それは何だ。カビを出す。胞子は極めて有毒だ。人影で死ぬ。トロールでなければな。そう、バート。バートはトロール。お前には言っていない、マヌケ。どこまで話したか。ああ、カビの胞子だ。金庫の反対側の下水道の壁を覆っている好都合だと思っていた。守りが固まると泥棒はそこを通り抜けた。バート、そいつらを見たか。バート、穴通った。爆発したものを見たかった。キノコ吸った。眠った。宝消えた。ダメなドロール。もういい、黙れ。自分で泥棒を見つけようとしたか。当然だ。ホンスという呪魔を雇った。
俺たちは毒キノコの解毒剤を飲んで一緒に下水道に入ったが、すぐに俺だけ一人で戻った。何があった？奴はものすごいゲップを始めた。壁が揺れるほどのゲップだ。そいつに言った。やめろ、伯爵の御前だぞと。まあ元伯爵だが、とにかく。すると奴は解毒剤のほとんどを吐き出しちまった。引きずり出そうとしたら泡の音がして、何かが水中から這い出してきた。部下の命は大切だ。だが自分の命はもっと大切だ。本数を話し必死に走った。自ら這い出した何かを説明してくれるか？俺にもよくわからん。下水道の空気は胞子で淀んでいた。あそこではほぼ何も見えない。何か気づいたはずだ。例えば。いいや、何一つ気づかなかった。専門家を連れてたわけではないからな。役に立てなくてすまんが、すぐにでもあそこから逃げ出したかったんだ。下水道を調べるべきだな。解毒剤はまだあるか？小瓶がいくつかある。調合法もな、正直ひどい味だが、命は守られる。ほら。助かるよ。感謝される言われはない。まったくな、窒息されたら役に立たん。いいか、用があれば上にいる。空っぽの金庫を見てると海洋ができそうだ。うまくやれよ。ダンデリオン、一体何に巻き込まれたんだ？バート、時間あるか？時間？バート、時間ない。バート、石ある。石、欲しいか？いや、欲しいのは時間だ。そうか？バート、いいよ。もう一度聞く。話せるか？シギはお前が好き。話せる。なぜそれほどシギが好きなんだ？シギ、いい人。シギ、バートを世話する。お前を地下に閉じ込めたんだぞ。ここで退屈しないか？
あまりやることもない。バート、やることないとき考える。たくさん。例えば、よければ聞かせてくれ。石。石？石、面白い。強盗の前に何か不審なことは？不審？バート、わからない。普段と違うことだ。変なことだ。何かを見たり、感じたり、聞こえたりは？ああ、バート、聞いた。確か、こんなの。シューという音はどこから聞こえた？バート、トイレからシュー聞こえた。何？そこ、バート、うんうんする場所。どんな音だ？蛇みたいな？いや、違う。シューだ。動物じゃない。そうか。じゃあどんな？石。みたい？シューという石か。うん。いいだろう。話題を変えよう。いい。バート、時間ある？宝消えた。もう守るものもない。ああ、助かったよ。またな。また。内側で何かが破裂し、壁ごと吹き飛ばしたのか。浴場の下水管はここに集まってるようだな。
下水管の柵か。爆発でくしゃくしゃだ。モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって爆風で壁から剥がれたのか。魔法の痕跡はない。呪文ではなく爆弾だ。ではなぜその破片が見つからない。水で流されたのか。こんなところまで下水管の一部が。強烈な爆風だったらしい。解毒剤を飲まないとこれ以上進めない。ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。ディクストラが雇った悪党だ。他の者の話は出なかった。ダンディリオンの仲間か。あちこちで吐いてる。おそらく解毒剤を持っていたんだろうが、こいつも吐いてしまったんだな。死体を燃やさなければ。さもないといつまでもドラウナーが寄ってくる。これでドラウナーは他の餌場に行くだろう。
容器の底、おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる。多分爆発のせいだ。おそらく爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油とカラメルか。ここはもういいな。ディクストラに会おう。金貨だ。痕跡はここまでだ。ダンディリオンは船を使ったのか。もう少し話せるか。バーと話す。ああ、助かったよ。またな。また。話せるか。いいと思う。何の用だ。金庫付近の下水道は隅々まで調べた。それで何か分かったか。
別の死体を見つけた。泥棒の一人だ。解毒剤を吐いていた。フォンスのように麗しい死に方だ。死体には何か？空の瓶だけだ。ほとんど痕跡を残していないようだな。ただの運び屋だろう。新たな情報は何もない。袋小路だ。文字通りな。盗まれた宝の一部から足取りをつかんだ。おとぎ話でいうパンくずだな。知っている。ヘンゼル、グレーテル、燃える魔女、ノビクラドにはぴったりだ。足取りは下水出口の川で途絶えている。おそらく宝を船に積み込んだんだ。そうだな。ドブネズミが車を引いたとは考えにくい。そして船は足跡を残さない。つまり水の泡だ。爆弾が壁を吹き飛ばしたようだ。見ろ。銀の容器の底だな。ルーンに覆われている。面白い。中身に心当たりは？匂いからいくつかの材料が分かった。ワイバーンの油と砂糖だ。砂糖？冗談を聞く気分じゃないぞ。冗談じゃない。ありのままを伝えてるだけだ。砂糖の入った爆弾だ。考えてみよう。砂糖は硫酸に激しく反応する。だが爆発を起こすほど激しくはない。錬金術に詳しいとはな。オクセンフルト学院で少しな。だが思い出にふける時ではない。お前は宝を見つけるんだ。俺の伝記を書くわけじゃない。他に爆弾について分かったことは？爆弾は金庫室の壁の下水管で爆発した。だがその時下水管終端の柵は定位置になった。つまり爆弾はどうにかして浴場から下水管に入った。その通り。こんな感じかもしれない。犯人はまず浴槽を空にして、そこから下水管に爆弾を落とした。爆弾は排水とともに流れ落ち、柵の上に乗っかり、バートの言葉を借りればドカーンだ。見込みのある手がかりは下水管だけだ。どの浴槽に繋がってるか知りたい。ハッペンが客の記録を残してる。侵入された日に誰があの浴槽を使ったか分かるはずだ。まずまずの成果だな。認めてもらって光栄だ。その皮肉聞けなくて寂しかった。そうか。ズボンにナイフがないぐらいの寂しさだ。よし、右の浴槽を調査しよう。俺は左を見る。何か見つけたら呼べ。ここには何もないな。水面に何か浮いてる。油のようだな。水道で見つけた容器の底とは。ディクストラ、来てくれ。何かあったか？ああ、爆弾の一部だ。ハッペン、4番浴槽を排水しろ。客の記録も持ってこい。ところで、ハッペンはどうなんだ？金庫の話が耳に入ったかもしれないし、いつでも浴場に入れる。ハッペンには山ほど欠点がある。尊大で見えっ張りで本当に嫌なやつだ。皮肉に聞こえるだろう。
だが奴の忠誠は疑う余地がない。どうして言い切れる？お前が化け物を熟知しているように諜報員は部下を知ってる。フィリパ・エルハートを信じたのもお前だ。確かに。だが処刑の前夜、コビーの牢獄から脱走させたのは俺じゃない。そこにあるものを調べよう。柵が取り除かれてる。ここから爆弾を流したんだ。ハッペン、あの日は誰がこの浴槽を使った？ベルトルド・ハインツ議員、酒造家のヨセフ・シュバイク、それとヘンケル辺境博。ヘンケル？ありえない。ありえない？なぜだ？あのじいさんは去年の冬に死んだ。強盗の日に来られるはずがない。死んだ？初耳だ。辺境博は女を買いに行って死んだ。下着姿でな。だから家族は密葬を行った。だが俺には情報屋がいる。でも確かに見たんだ、ルーベンさん。絶対だ。話しかけたか？よく顔を見たか？いいえ、入る時に通り過ぎただけで。ではお前は偽物を見たんだ。たまには考えろ。まんまと騙されよって。そしてゲラルト、お前は今すぐに調査を始めるんだ。少しは丁寧に頼め。お前の子分じゃないんだ。口が悪くてすまない。こうして人に命令したり怒鳴ったりするのに慣れているものでね。わかった。どこから始める？ヘンケルの自宅、大広場の南にある人の住んでいない建物だ。そこにコソドルの手がかりがあるかもしれん。さっさと行け。見たか？汚いな。辺境博の邸宅というより物乞いのあばら屋みたいだ。ダンディリオンは面白い友達を作ったな。足跡か。
手紙、それにボトルだ。誕生年のワイン、極めて上質なものです。驚くほどの芳香、ぜひお試しを。終わったら元の位置にお戻しください。誕生年か、ダンデリオンか、シリのものか。1245から54年。音がした。隣の部屋だろう。強盗を計画した場所だろう。爆弾の作り方の指示書、カルクスタインの署名がある。爆弾の作り方の指示書、カルクスタインの署名がある。砂糖、それにワイバーンの油に浸された物質、カリウムか。ここで爆弾を作ったようだな。奴が宝を奪い、ダンディリオンも捕まった。逃げるんだ。足音か、まずいな。シミ、ワイバーンの油だ。まさかここで会うとはな。しかもトリスと一緒とは。魔法が使える者がいれば助かると思ったんだ。爆弾に刻まれたルーン、あの意味を知りたくてな。君も知りたいのか、トリス。いいえ、お金のためだけよ。皮肉な唯物主義者を演じるメリーゴールドか。最高だ。本当のところ、トリスが来たのは理想のためだ。
仲間を救うには金がいる。宝を取り戻したら俺が彼女を助ける立場になるだろう。ところでボークレール人は言葉遣いが悪くて恐縮なんだが、俺の金を盗んだクソ野郎は見つかったか。待て、まずはここにいる理由を言え。いたはずだ。何か分かれば知らせに行くと。そうだ、だがお前が心配だった。万事順調かどうか目に立ち寄ったんだ。ふざけるな。信用してないのか。お前が俺を信用する程度には信用する。つまり全然だ。まさに健全な関係だな。基地に富んだ言葉の応酬を聞けて本当に光栄だわ。でも忘れないで、あなたたちと違って私は毎回命がけで外に出てる。ここに来た時もね。だからいい加減本題に入ってもらえる？無駄な手間をかけたな。爆弾を調べても無意味だ。なぜだ。宝を盗んだのは誰か分かった。聖堂衛兵団の団長カレブ・メンチだ。おやおや、メリーゴールド、君の報酬は報復とセットのようだぞ。ゲラルト、分かったことを教えてもらえるかな。早く知りたいんだ。ヘンケルに聞いた。老人は元気だ。債権者から逃げるために死んだふりをしたんだ。妙だな、借金があったとは初耳だ。あったんだ。メンジは強盗に手を貸せば面倒を見てやると。ゲラルト、どう上品に言ったものか。ふざけるな。お前の尻からひり出した作り話で騙せると思ったなら俺のことを少しも分かっていない。お前にとって重要なのは結果だけだろう。だから嘘をついた。それでも俺は宝の在りかを知ってる。ゲラルト、まだ不滅の愛を称える娼婦の方が信用できそうだぞ。宝を取り戻して取り分を求める女魔術師ならどう？信じるさ、娼婦の方がマシだがな。何か隠してるな。我慢できないことの一つだ。ニルフガード人以上にな。だがこれはビジネスであって結婚ではない。全てが嘘でもなかろう、お前は人を騙すのがうまいやつではないからな。メンジは最近大金を使っていた。だが形式上やつは見た一文持っていないはずだ。次は何を？メンジは夜を不当で過ごすらしい。ウィッチハンターの兵舎だ。会いに行ってどこに俺の金を保管しているのか聞こう。では俺たちが汚れ仕事をする間のんびり座ってるつもりか。誰かを利用できるときはいつもそうする主義だ。便利だろう。しかも安全だ。おい、メンジが怖いと認めろよ。もちろん怖いとも。極めて危険なクズ野郎だ。取りつも同意するだろう。そういう表現はしないけど発言の趣旨には同意するわ。メンジが喜んで何かを認めるとは思えん。俺もだ。苦難を共にしたウィッチャーと女魔術師を雇えたのは幸運だ。私たちの過去に何の関係が？たくさんある。恋人同士は片方のためなら地獄に飛び込む。まさにこの仕事にぴったりだ。すなわちお前たちがハンターの兵舎を生きて出られる可能性が大幅に高まる。俺の宝と一緒にな。
言い換えれば利用してるんだな。利用？まさか二人の絆を最大限に活用してるだけだ。さて、もう行かなくては。幸運を祈る。訂正すると思った。あの恋人たちってとこ。自分で訂正できただろう。確かに。でも簡単に言えることじゃないでしょ。話がそれたわね。宝を取り戻さなきゃ。トリス、正直に言おう。ディクストラの金には全く関心がない。やっぱりね。シリのことでしょ。ああ。メンジはどこかにダンディリオンを拘束し、ダンディリオンはシリに会ってる。じゃあ話は別だわ。聞いて。真夜中に港の東にある教団の礼拝堂に来て、一緒にウィッチハンターの兵舎に入る方法を考えましょう。わかった。じゃあまた。助かるよ。何、ゲラルト。じゃあな、トリス。いや、エイブヒア。いや、ゲラルト。何を置いてる。じゃあな。来てくれたのね。いい？建物を見て。良くない感じでしょ。少しは塗装や修繕が必要って意味か。まるで要塞だって意味。高い塀、門番、そして武装した兵士。忍び込むのは無理だし、突入しても無駄よ。メンジに逃げる時間を与えてしまう。どんな提案が。この枷を持って、私につけて。
どういうことか説明してくれるか。考えてみて。トリスメリゴールドをウィッチハンターに差し出せば、門を開けるだけでなく、メンジと直接会わせてくれる。ダメだ、危険すぎる。ダンデリオンの命がかかってる。シリの命もね、危険を冒す価値はある。トリス、考えてみろ。本当に自ら敵地に入るつもりか。しかも縛られたまま。ええ、ダメだ、許可できない。心配はありがたいけど、もう決意したの。帰るつもりはないわ。分かった、奴らを騙せたとして、次はメンジの首に剣を当ててダンデリオンの居場所を聞くのか。無駄でしょうね。メンジはクズだけど、死を恐れるような男じゃない。狂信者はいつもそうだから頭にくる。じゃあ鎌をかけて話させるか。そうね。女魔術師会にも情報があるとか。フィリパの話もいいわね。誰よりも憎んでいるから、何か思いつくでしょ。宝はどうする。途中で何か分かればいいってくらいね。魔術師たちを助けるために金がいるんだろう。ねえ、でも稼ぐ方法はたくさんある。今一番重要なのはそれじゃないだけ。待て、礼を言いたい。やめてよ、誰でもできることよ。違う、誰でもじゃない。やめて、女魔術師に赤面は似合わないわよ。まだ嫌な予感がするが、仕方ない。行こう。ゲラルト、忘れないで。私は一人で大丈夫。何を言ってるんだ。ウィッチハンターは、私を女性扱いはしないでしょう。でも生き抜くわ。少し痛い目にあっても。大切なのはシリよ。やるべきことをやって。何が起ころうともね。約束はできない。それでもお願いよ。いい？分かった。何の用だ。褒美をもらいに来た。何に対してだ。魔女だ。これが誰かわかるか。トリスメリゴールドだ。メリーゴールドだと。入れ。これはこれは、トリスメリゴールド。ドラウナーから女魔術師にくら替えか。割がいいんでな。その理由は魔術師の方が厄介だからだ。ドラウナーに何ができる。マヌケを海に沈めるくらいだ。だが魔女は王を殺す、策略を練る、戦争を始める。牛の絞りたてのミルクを酸っぱくするのも忘れないで。おふざけは終わりだ、永久にな。牢に入れろ。手を離せ。え？なんだって。ああ、やはりな、信用できないと思ってた。ウィッチャー、魔女、ドールで同じ杭で火炙りにしてやる。あくまで。
散開しろ。何？何？
何？どうした？おじけづくか？策略や詐欺はあなたに向いてないわ。まったくだ。直接的な解決法がいい。そうね。あなたってまず先に手が出ちゃうのね。執務室を調べるべきね。ダンディリオンについての書類が見つかるかも。死体を探るわ。部屋を探して、まず机を調べてみたら。何？何か見つけたか？ポケットに執務室の鍵があるだけ。ほら、ベルトの下には何も。待って、裏地に何か縫い込まれてる。それは金庫の鍵よ。はい、権威を添えてディクストラに渡して。場所に関する情報はなしか？ディクストラが満足するか疑問だ。約束を果たせなかった私たちを襲わせるんじゃなくて、金庫探しに手下を使ってくれるといいんだけどね。そう、うまくいくか？だといいんだけど。免じ宛ての手紙があった。
重要な誰か、おそらく諜報員からだ。諜報員？見てくれ。受け渡し用の箱、秘密の合図。そうね、諜報員の工作がはっきり匂うわ。そいつならダンディリオンのことをもっと知ってるかも。そうだな。待ち合わせの合図の送り方が手紙に書いてあるが、場所は書いていないな。ディクストラならわかるかも。何でも知ってるから。何でも？少し大げさだな。そうかしらね。よし、ここにはもう何もない。行こう。喜んで。でも正門を通るのはお断りよ。何？ここでお別れよ。でもその前に弊社を燃やしましょう。同感だ。証拠を残しすぎてる。ええ、それに憂さも晴らしたいの。ねえ、ちょっと話したいことがあるの。でも今ここじゃダメ。時間があるときに私のところへ寄ってくれたら助かるわ。それじゃあここから出ましょう。よし、もう行くわ。一緒に行きましょう。いや、瞬間移動は遠慮しておく。じゃあな、トリス。おいお前、ルーベンが話したいってよ。短気な老いぼれめ。何？何でもない。すぐに行く。誰かな？おや、リビアのゲレルとか。もう尾行はやめてくれるか。ああ、宝の場所を聞いたらすぐにな。俺とメンジは意見が合わなかった。どれぐらい？ひどくな。それで煙の説明がつく。宝はあそこにはないんだろうな。一緒に燃えたりってことは見当たらなかった。20トンの金を見逃すわけがない。手ぶらでやってきたというのか？第一にやってきたのはお前だ。次に手ぶらではない。金庫の鍵だ。メンジが持っていた。金庫？自分で見つけろと？大して楽な状況にはしてくれなかったな。よこせ。
報酬はどうなる？ゲラルト、ウィチャーはみんなそれほどずぶといのか？どういう意味だ？嘘をついたの？またしても。何？盗んだ犯人を最初から知っていたんだな。だがその情報を隠していた。確かに。だが宝を見つけるのは手伝ってやった。だから愚痴はやめろ。冗談ではない。信頼を踏みにじったな。それは認めよう。今回は生かしておく。では型をつけようか。脅しか？逆だ。力を貸してくれただろう、ウィッチャー。だから何はともあれ報酬は払う。まだダンディリオンの消息をつかんでないようだ。ああ、だが知っていそうな人物がいる。おそらく諜報員でヤムルラックと署名された手紙を見つけた。ただ待ち合わせの段取りまでしか書いていなかった。場所についてはない。バーコーナーズのアバラヤ。あいつを送ればその日のうちに現れる。真夜中になる前にな。行くべきじゃないだろうが、ディグスラ、なぜそんなことを知ってる？鳥たちの飛行経路から推理するのさ。お前の皮肉にはうんざりしてくるよ。もっとひどい部分もあるぞ。本当だ。そして最後のお願いだ。二度と俺を出し抜こうとするなよ。話せるか？いいと。何の用だ？行かなければ。こっちもやることがある。じゃあな。気をつけろ。ここはノビグラド。なんてな。大した男だな、ゲラルト。